高田選手も相手を回ってゴールです。一つの基準タイムになるので、最後の方は1分58秒です。お疲れ様です。さあ、大地選手もいろんなところに行ってから練習をして、どんどん速くなっていっている選手です。今日ぜひぜひ水選手に上がってほしいと思います。そう、愛媛の、愛媛香川四国勢の人たちはジャパン代表がかかってますので。そうですね、四国勢はジャパン代表が、はい、いや、気合が違うと思いますよ、多分他県よりは他県よりは他県よりはいいですね。そうですね、なかなかグローブを炎上回して帰ってくる。ちょっとブレーキをかけすぎかな、スピードが落としちゃったな感じがするが、まあ、まだ1ピード目なんで。そうですね、じゃあ次行きましょう。さあ、今スターテリアに立っては全権56番、高熱250です。さあ、それでは良いの方よろしいでしょうか。それではスタートします。大地選手が最後の回転を回って帰ってきます。さあ、ゴールタイムの方は1分54秒です。1分54秒